はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、AUPay から AU 自分銀行へ自動払い出し機能が便利。実際の利用方法と最大5万円が当たるキャンペーンにも参加ということで、今回は AUPay と AU 自分銀行についてですね。この動画では、先日お伝えした AUPay の新たな機能を自動払い出し、いわゆる AUPay にチャージした残高を自動で AU 自分銀行に戻してくれる機能を実践します。もしですね、AUPay と AU 自分銀行を利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと。 思います。それでは、行ってみましょう。まあ先日ですね、こちらの動画である程度は解説してるんですけども、一旦ちょっとおさらいをしたいと思います。それがこちらなんですけども、<laughs> au 自分銀行ということで、リアルタイムチャージ、自動払い出しで au pay を便利でお得にご利用いただけますということで、まあ機能自体はもうここに出てる通りなんですけども、使わない au pay 残高は、 自動で口座へ払い出し、手数料無料。そして、使うとき使う分だけ銀行口座からリアルタイムチャージということで、今回メインでお伝えする内容はここの分ですね。使わない au ペ a y s 安価を自動で口座へ払い出しするという機能です。 ま、払い出しとは何ぞやってなるかと思うんですけども、もうここにと出てる通りでございます。au ペイ残高をご自身の au 自分銀行口座へ入金できるサービスですということですね。もうこの払い出し自体はね、結構ね、ローソン銀行 ATM を使って au ペイにチャージをするキャンペーンとか、まあ、そういった時にチャージをした後に残高使わないから払い出しをするっていう方は結構いらっしゃったと思うんですよね。僕もその一人なんですけども、それをやってて一番ネックだったのは、出金する際の手数料だったんですよね。一応手数料がどれぐらいかかるのかって っていうことなんですけどもここに出てる送金払い出し可能残高についての詳細こちらというところですねクリックするとこのページに切り替わりますでこの部分の右下に払い出しというところですねクリックすると払い出しについての解説が出てはいるんですがまあ、先ほどお伝えした払い出しする手数料に関してはここに出ております1回の払い出しに対して2万円未満の場合は220円税込みがかかるとで2万円以上の場合は払い出し額の1%確保税別の手数料がかかるということで結構ねまあ、数百円でもやっぱり手数料って、まあ、払いた な,くないっていうものになりますよねですけども今回新たに始まるこの自動払い出しっていうサービスを使えば手数料無料で残高を出すことができるというものでございますちょっと僕もこちら実践しますので参考にしてくださいでそれに関連してキャンペーンが開催されるということでしたがここの出てる通りですね、うん、au 自分銀行から au ペイ残高へ合計1万円以上のチャージで最大5万円がプレゼントされるというキャンペーンでございますこれちょっと抽選のキャンペーンではあるんですけどもすでに始まっておりまして9月30日まで のキャンペーンでございます優先の内訳として20名様に現金5万円30名様に1万円500名様に1000円そして3万名様に100円ということでね先ほどお伝えした au 自分銀行から au ペ残高へ1万円以上チャージされた場合は抽選に参加できるということなのでまあ、当たる確率は正直僕もわかんないんですけどもやることとしたらめちゃくちゃ簡単なのでまあ、気軽に参加できるんじゃないかなと思いますまあ、気軽にね参加できる理由ってのはここなんですよ正直なところこのキャンペーンページの下の方に今お伝えした自動払い出しサービスについて まあ推奨してるんですよね。 なので簡単に言うと、例えばなんですけども、手元に1万円がまああったとしましょう。で、そこからですね、au 自分銀行に入金をすると。そこからスマホ決済の a u ペイにチャージをして、で、今回新たにね、追加されたサービスの自動払い出しを設定すると。で、そこから手数料無料で au 自分銀行に自動で払い出し、いわゆるその出金ができれば、リスクなくね、先ほどお伝えした、このキャンペーンに参加ができるということでございます。なので、まあ、参加できる方は a u ペイと au 自分銀行の連携が完了しているお客様ということで、まあ限られてくると、 そこではあるんですがどちらも利用されている方はですねサクッと参加ができますので結構個人的にはおススメかなと思いますまあ当たるかどうかわかんないんですけどねまあ、今回のこの自動払い出しについてなんですけどもリスクなくねキャンペーンに参加ができるのはもちろんなんですがやっぱりここが魅力的かなと au Pay で使わなくなった余ってる残高を無駄なく戻せるとやっぱりねスマホ決済の au Pay に入れっぱなしの状態であればなかなかねキャンペーンとかがないと使わないということは結構多いと思うんですよですけどもそれを手数料無料で自分銀行に移す セるっていうのは結構魅力的だなという風に個人的には思っておりますですけども払い出しをしようと思ってもできるものとできないものっていうのがちゃんと分かれておりまして払い出しできるものですねそれはここに出てる au 自分銀行でチャージしたものとかポンタポイントだったりとかセブン銀行アイテムローソン au ショップ au ペース,スマートローンこういったところでチャージした残高に関してはいわゆるその払い出し出金ができるとですけども au の簡単決済だったりとかクレジットカード au ウォレットのチャージカードまあこういったものでチャージしたものっていうのは払い出し払い出しいわゆ� で、きませんので気をつけてくださいであと注意点として、まあ、これは大丈夫かと思うんですけども、一応知っておいてほしいなっていうところがここなんですけども、注意ということで、クレジットカードで AU p ペイにチャージを行ってないため、 aupay を使った時の実質の還元率は下がるということですね。まあ、例としたら分かりやすいんですけども、例えばクレジットカードでチャージして aupay 決済であれば1%プラス0.5%が足されるので、実質1.5%で aupay で決済したことになると。で、au の自分銀行からチャージをして、そこからスマホ決済の aupay で決済した場合は0.5%還元なので、実質ここであれば0.5%還元だけになるんですよね。なので、この3番のところで1万円分をチャージして、そのままね、スマホ決済の aupay として使ってもいいんですけども、 まあ、今回の内容を踏まえたらキャンペーンに参加するだけであればこの4番の自動払い出しを使って出金するっていうのでもまあいいのかなという風に思いますここはねご自身にお任せしますではですね今お伝えした内容を踏まえて実践をしていこうと思うんですけどもまずはねお近くの ATM ということでまあ僕はね今回ファミリーマートに用事があったのでファミリーマートの初めてこの e-net という ATM を使うんですがまずはここで au の自分銀行に入金を行います au の自分銀行のキャッシュカードを使ってこの中のまあ事前にね手数料がかかるかかからないかっていうのを 確認した上で確認をタッチします。で、1万円を持った状態で、シュッと中に入れて手を振ります。そしたらですね、1万円が入ったことが確認できましたので、この状態で入金は完了ですで。そこからですね、今回のキャンペーンに参加したいと思いますので、au の自分銀行から、まず au ペン残高に1万円分をチャージして、キャンペーンに参加します。まずはですね、スマホ決済の au ペーを開いていただいて、この au ペーに1万円をチャージするためには、ここのチャージというところをタップします。そしたらですね、チャージする項目がいろいろ出てきますので、今回はここの中 で得点当たるとちゃんと出てますね au の自分銀行という項目がありますのでここをタップしますそしたらですねここの金額を指定してチャージというまあ、項目がいろいろ出てくるんですけども今回ここですね僕は au 自分銀行のスマートフォンアプリを持ってますんでここをタップしますもし持ってない方はこっちをタップするみたいですねで、僕の場合はちょっとね上のところをタップして画面を次に進むとチャージする金額が出てきます今回今ここ1000円って出てるんですけども先ほどね au 自分銀行に入れた1万円分をチャージしますので1万円という風に入れてチャ チャーージををすすすするをタッププしししまままそしたら自分銀行スマートフォンアプリ起動しますかと出てきますので、これををタタッッププすするると開開きますかと出るのででくをタップしてで今度は AU 自分銀行でログイン画面が出てきますので、ログインのパスワードを入れてログインを行います。で、確認画面みたいなところが出てきますので、問題なければこの振り込みするというところをタップします。そしたらですね、振り込みを受け付けましたということで、これで AU 自分銀行から AU ペイ残高にチャージができたということでございます。やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですね。で、しっかりとね、こちら1万円増えてますね。33,310 8円ということでバッチリですで一応履歴をね確認したらですねしっかりと1万円チャージできていることが確認できると思いますここまでできればまずはキャンペーンに参加できたということでございますでそこからですね今回のまあ、メインのテーマでもある自動払い出しの設定をね早速したいと思いますので左上の3本線のところですねタップするといろんなメニュー画面が出てきますのでここで払い出しするをタップしますそしたらですね払い出しについて自動で行うか手動で行うか今回どちらかがもう選べるようになっておりますで今回はですねこちら 自動払い出しを行いますので、自動をタップします。そしたらですね、自動払い出しについての説明書きがいろいろ出てくるんですけども、右下の自動の払い出しを設定するをですね、タップすると緑色になりまして、画面を下がるとですね、こちらの頻度であったりとか、金額っていうところですね、設定することができます。いわゆるですね、どれぐらいの頻度で残高を au 自分銀行に戻すかっていう頻度、そしてどれぐらいの金額を戻すのかっていうところですね、これを設定するわけなんですけども、一応ね、デフォルトの状態 はは毎日そししてて全額を払いい出出これがねおすすすめと出てはいるんですけども例えば日付を選択する場合は10日という風に出てはいるんですけどもタップしたらですね一応10日以外にも20日とか月末とか選べるみたいですこれはねご自身が好きな方を選んでいただければいいと思いますであとは金額を指定して払い出しって出てはいるんですけども一応1円から設定できるっぽいですねまあ、ここもねご自身で設定あの好きな方に設定していただいていいと思いますであとプラスアルファで下の方を見ていただきたいんですけども設定した頻度の 6時頃に払いい出しされますととうことで、ももしし、ね、ご自身ががが設定したのののとといいうう反映されるタイミングというのが6時頃ということですねで今回僕はですね、まあ、このおすすめって激推しされてるこの毎日と全額払い出しをですね、普通に選択した状態で自動払い出しを設定してみたいと思いますので、この設定するをタップします。そしたらですね、ここで毎日全額ってバッチリ出てまして、間違いなければこの OK をタップして、あとはご自身の本人確認の認証を行いますので、これで次へを進んでって、進んでっていただくと設定完了しましたと出れば、 がこれで自動払い出しの設定が完了ということでございます。やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですよね。そうすることによって AUP のね使わない残高がね自分銀行に入るんで、まあ、残高の処理方法、まあ破とかまあ、それの処理方法としたら結構消化しやすいところではありますよね。であとですねちょっとプラスアルファキャンペーンのお伝えなんですけどもこれねちょっとツイッターでつぶやいたんですが。 au の自分金庫のスマホデビットで夏の大還元祭というキャンペーンが抽選ではあるんですけども開催されておりますスマホデビットのショッピング利用でご利用金額の20%が抽選で2000名様にキャッシュバックされるっていうキャンペーンでございますお一人様のキャッシュバックの上限金額は2000円ですということですので1万円分使うったら抽選で2000名様に20%分がキャッシュバックされるということですねこれは既存会員とか新規とか関係なく参加できるっぽいので抽選ではあるんですけども 1日から30日までの間もしね。利用される方はまあ、google pay とか Apple Pay とかネットのショッピングでもね。使えますんで、こちらもついでに参加してみてもいいと思います。まあ、無理に参加する必要はないんですけどね。なのでね。僕の場合は先ほど入金した。 1>, 1万円をそのままこれに使ってもいいかなと思ってます。ではですね、今お伝えした内容をサクサクっとまとめると、まずは余った A 米残高を AU の自分銀行に手数料無料で自動で払い出しの設定を行うと。まあ、出金って書いてるんですけども、公式ページは入金って出てましたね。で、そっから9月1日から9月30日の間は抽選で最大5万円がもらえるキャンペーンですね。合計1万円分チャージすることによってキャンペーンに参加することができますので、今お伝えしたやり方でぜひね、参加してみてください。で、3つ目サクッとお伝えした先ほどのキャン キャンペーンなんですけども au 自分銀行のスマホデビットを使って抽選で2000名様に20%キャッシュバックされるということですのでこちらもね1万円使ったら条件の2000円分が抽選で2000名様にということですのでもしね参加される方はついでに参加してみてもいいんじゃないかなというふうに思いますまあそんなことで今回は au ペイ au 自分銀行の新機能について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました正直僕はこの au ペイに関したら普通の僕が持ってる au ペイカードであったりとかあとは GQ エポスカードまあこういったものでチャージを しているのであまりこの自分銀行から使ってチャージをするっていうのは今後はそんなに使う頻度は高くないのかなというふうに思ってはいるんですけども中にはねクレジットカードを使わない方も中にいらっしゃるかと思いますのでそういった方にはおすすめの機能の一つかなと思います なのでね、今お伝えした方法でぜひね、設定して使ってみていただければと思います。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのそれぞれのリンクであったりとか、自動払い出しの機能の公式リンクも概要欄貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。